1863年前に後白河法皇がですね、御所からですね、ご自宅から真東にずっと線引っ張って風水で、おいにおいおいの松こそめでたかりけれ、下にやあおぎてもこともおろかやかかるように。向こう月が出ました。一番目の皿でございます。左側に明石の台、でございます。菊之井さんの向こうは、いつも二皿仕立てでございます。二皿目マグロ赤身でございますけど、赤身では白身魚が出ました。京野菜鍋でございます。サワラの身が入っておりまして、そこに、豆腐、エビ芋、カブで、例えば大昔ですけど伊勢温度ですね、やっとくせーのよいやのありゃりゃーとかですね、そんな歌を歌ったりですね、やで、どう言いますか、カッポでですね、遊んだりとかしたもんでございます。